はい、ユーグッドスマートムービーです。今回は360度、動画編集の基本設定と、書き出し方になります。とっても簡単です。ファイナルカットのこのファイルメニューから、ファイル、新規。で、ライブラリを作ってるとして、プロジェクト。で、このビデオのとこですね。これを360度にします。で、3800のこの 4K モードですね。で、360度モノスコピック。で、プロレス422。で、OK を出します。そして、読み込みたい360度の素材をファイナルカットに入れます。見てみると、ここにクリップの左上にこの360度マークっていうのがついてますね。情報インスペクターを開いても、この360度プロジェクションモードがエグイレクタングラーになっています。これが360度のやつですね。で、この表示なんですけれども、ここでは普通の動画編集のモードになってますね。ただ、ここで360度ビューワーっていうのを選ぶと、このように360度の雰囲気、アングルですね、を決められます。こんな感じですね。なので、ここにテロップとか、ロゴを配置したときにどこにあるかとかを確認することができます。それは次回、紹介していきたいと思います。で、今回は書き出しについてなんですけれども、ちょっと長いので、カットしていきます。この短い20何秒のやつを、ファイルから共有、マスターデフォルトですね。で、設定、フォーマット、コンピューターすると MP4 になりますので、これを選びます。で、品質優先。プロジェクションタイプ。ここを必ずエクイレクタングラーになってるということを確認してください。解像度 4K で作ります。で、85.6MB 取ってますね。MPEG4 ムービー。で、次へをクリックします。で、書き出しの場所を決めます。デスクトップに今回は保存します。で、このバックグラウンドタスクっていうのをクリックしますと、作業の進捗状況がわかります。書き込み中ですね。この後にやる設定は、毎回 YouTube もしくは Facebook にアップしてみます。まず Facebook の方ですね。Facebook もアップしました。見てみると、普通に書き出したものをアップしたら、360度になってますね。YouTube の方もですね、このように書き出した MP4 を入れると、アップするとこのようになってますね。こんな感じですね。これは別に、ビューワーがないと見ることはできません。クイックタイムで開いているので。これアップすると、Facebook や YouTube にアップすると、360度の設定になっています。次回、今後ですね、360度の、テロップ入れたりとか、カット編集したりとか、ロゴを入れたりとか、そういったことの、紹介をしていきたいと思います。今回は以上です。ありがとうございました。